皆さんこんばんは。ジャーナリストの津田大輔です。実午後7時から放送しているポリタス TV。今日の放送を多くの方にご覧いただきたいので、無料でアーカイブ見られるようにしておきます。過去の放送は YouTube のメンバーシップにご登録ください。こちらご登録いただくといつでも好きな時に過去の放送が見放題になります。上位プランもご用意してまして、アップグレードいただきますと、この間の3周年記念の特別番組なども含むですね、 限定の上位プラン向け動画も見られますので、ぜひ皆様、ご登録アップグレードいただき、番組継続のためご協力いただければと思います。はいえー、本日のテーマなんですけれども、こちら、えー、先日ですね、6月14日に出されました緊急声明、こちらがテーマです。 LGBTQ への差別増に抗議するフェミニストからの緊急声明ということでえちょうどですねこの通常国会の会期末にですね、まあ、LGBT 理解増進法案が、まあ、最終的には可決成立したんですがその可決成立に至るまでですね本当にあのちょっと類を見ないほどですねひどい紆余曲折があって、えーまあ、当事者がですね、えー、当初はね えーまあ、2年前に、えー、合意した超党派であれば、まあ、歓迎だよというところだったのが、まあ、それがあの突然あの保護にされて自民党が単独で出し直してでも自民党が出し直した案でもまあないよりかはいいかというぐらいの温度感だったのが、まあ、最終的にはそこに維新と国民の案が取り込まれて自公・一国案になった。 たものが提出されたんですが、もうそれの内容に関しては、これはあまりにもひどい、まあ差別、理解、増進どころか、差別を増進する報道案ではないかということで、LGBT の当事者、あるいは支援団体が、まあほぼすべて反対に回るという、ですねひどい代物になっていったんですが、まさにその議論をされているときにです、ね、この緊急声明が出されました。 えー、なぜ、えー、この,の声明がその緊急という形で出されたのか、本日は、えー、3年前にも、ね、ご出演いただきました、この声明の呼びかけ人で、えー、奈良女子大学名誉教授の三成美穂さんに、えー、お話を伺いまますす三成さんよよろろししししくくおお願願いいいたします。 はいえー、本当にあの3年前の時にもです、ね、あの丁寧にいろいろお話を伺って僕もいろいろ勉強になったんですがもうこの3年間で、ねえー、LGBTQ とりわけこのトランスジェンダーをのめぐるッコ付きの,、ね、この問題というのはです、ねえー、非常にあの大きく変わりましたし何よりも政治という舞台に持ち込まれて、まあ、これを。 がもう本当に、えー、非常に大きな政治的なイシューになって動き始めているという状況がありますが、うん、あのまずはまあ、ね、いろいろ今日伺いたいことあるんですけれども、この、えー、前回ご出演いた,い,いただいてからのこの3年間、えー、どういう3年間だというふうに、三成さんはお考えですか。うん、そうですねあの2010あ2021年のの月に LGBT、まあ、超党派 あの法案が国会に出されるのがまあ断念されてそれからあとずっとこう棚ざらし状態だったのがことし G7 の広島サミットまでにあの法案を成立させようということで再び運動が盛り上がってきたのが先ほど津田さんがおっしゃったようにこう全くあの違う形の法案が成立してしまったということで。のこ,この間ずっと と放置されていたものが突然、国会に出た途端に、当事者の手から離れてしまって、一体国会というのは何をする場所なんだろうという、まあ、そういう危惧の危機感を強く持ちました改めてです、ね、こちら、緊急声明なので、どのような声明なのか、ちょっと見ていこうと思います。ここれだと文字が小さいのでこちらに、えー 書きき直しました、えー、読まままたた読せていただきます LGBT 理解増進法案として、自民党・公明党案、えー、立憲民主党、共産党、社民党案、各、えー、9, 9超党派議連案、えー、維新・国民民主党案の3本が提出され、えー、自民党・公明党が維新・国民民主党案を取り込んだ4党修正法案が6月9日に衆議院内閣委員会13日に衆議院本会議で可決されました。 4党修正法案にすべての国民が安心して生活ことができることとなるよう留意という文言が入ったことでマイノリティの権利保障に向けたはずの法律がマジョリティの権利尊重を謳うことにもなってしまっています。 学校における教育、啓発、相談体制の整備についても、家庭および地域住民、その他の関係者の協力を得るという,得るという条件が付きされたことで、性的マイノリティへの理解増進が抑制的に運用される懸念があります。以前より SNS を中心に不安を煽るような言説が広がっていましたが、LGBT 理解増進法の成立が迫る中、事態は一層深刻になっています。 例えば LGBT 理解増進法ができると身体的には男性の人が心は女性といえば女性風呂に入れるようになるそれを拒めば差別だとされるので拒否できないなどという発言が頻出していますこのような事実誤認や偏見が広がることでモラルパニックが起きその結果トランスジェンダーへの憎悪がますます強まっていることを懸念します女性の安全がトランスジェンダーの権利擁護によって脅かされるかのような言説は トランスジェンダーの生命や健康にとって極めて危険なものになりかねません実際にトランスジェンダー当事者への殺害予告が寄せられる事態にまで発展していますまた性別違和を抱える子どもたちに居場所を提供する活動に困難が生じています私たちはフェミニストとして女性の不安を煽る言説が拡散している状況を深く憂慮しフェミニストの間でもそのような動きがあることを懸念します 女性の安全と権利を求めてきたフェミニズムはシス女性だけの安全を求めるものではありません言うまでもなくトイレや公衆浴場は誰にとっても安全であるべきですえ女性の安全が十分に守られていない現状が問題であり性暴力被害者への支援や性暴力を防ぐための法整備が強く求められますこの生命は4党修正法案が成立しかねない緊迫した状況の中 LGBTQ+ への攻撃が止むことを願い発出するものです。ジェンダーに基づく差別のない包摂的な社会の実現に向け、フェミニストとしてトランスジェンダーへの差別、偏見、憎悪をなくす動きに連帯し、今後一層の対話の機会を設けていきたいと願っています。えー、で、えー、こちらが、えー、この呼びかけ人の方々ですね。 はいまあ、あのとてもよくまとまっているあの緊急声明なので、問題点なんかはね、えー、非常にあの今の、ね、問題点というのもよくわかるものになっていましたけれども、えー、こちら、まああの、そもそも、そうですね、この、えー、今回出された、まあ、声明について、まあ、提出、まあ、これをあの提出に至った背景。 誰から言い出して、これやっぱり連名で出した方がいいんじゃないかという動きになったのか、それについて伺わしてもよろしいいってもよろしいでしょうか、はい、あのこの提案を、まあ、提出するに至った背景とか理由というのは大きく3つあるんですけども、個人で誰がいらしたかというよりは、 こうした問題に関心を持つフェミニストたちで協議をしてです、ね、もう緊急に出そうということになったんですけれども、その背景に大きく3つがあると。1つは、これが最大の理由なんですが、あのやはり LGBT 理解増進法をめぐる国会での混迷ぶりに非常に大きな危機感を持ったということです。でこれはあの今、読んでいただいた声明の冒頭の2つの段落に書いた通りなんですけれども、 法案は修正を重ねるほどにですね、この理解増進法が LGBT 当事者のための法ではなくなってきましたで。フェミニストはジェンダー平等の実現を重要な目標としておりますけれども、ジェンダー平等社会というのは性別に関わらず人が個人としての尊厳を保障される社会のことです。そういう意味では女性に対する差別も LGBT の人たちに対する差別も性に基づく差別ですので、えこれら2つの差別をなくすことは、まあ、ジェンダー平等実現の,、まあ、両輪の車の両輪となるわけですね。ところが、今回、LGBT の人々の権利保障を抑制するための理由として、まあ、女性の利益が持ち出されるようになり、まあ、大変大きな危機感を持った、これが1点目です。で2点目は 今述べたことと関わりますけれども、まあ、法案修正にあたって、女性の間の分断がなされる言説が、かつてないほどに強まったということにも強い危機感を持ちました。まあ、女性分断の状況に触れていることが、今回のフェミニスト声明が、我々のフェミニスト声明が、またの LGBT 法案批判声明とは異なる点なんですね。え声明の,この 3段落目以降、3、4、5の段落がこの問題に関したものになります。こうした女性分断の言説には2つの側面があるわけなんですけれども、一つはです、ね、トランス女性とシスジェンダーの違いを強調するという側面、もう一つがフェミニストの中での間での分断ということです。 で法案修正をめぐる議論ではトランス女性の存在がシス女性にとって危険をもたらすかのような理由づけが強調され始めたそれを具体化する条項としていわゆる留意条項国民の安心安全に留意するといった留意条項が追加されてしまいましたしかしこの留意条項は LGBT の人々が 他の国民の安心安全を脅かす存在であるというメッセージになりかねず、まあ、非常に危険です。まあ、何よりもトランス女性の脅威という理由付け自体が全くもって合理性を持たない。まあ、この点をきちんとあの我々の言葉で説明する必要があると考えます。で、三つ目なんですけれども、LGBT 理解増進法の混迷ぶりに、 当事者団体からはま様々な批判が挙げられましたしかしフェミニストの意見は断片的にしか伝えられてきませんでしたま特に政府与党の側ではトランス女性に対する脅威を訴える側の女性やフェミニストの意見が主に取り上げられていたわけなんですけれどもそれに対してま非常にこう恣意的な選別というものを感じました まあ今回のフェミニスト提言、われわれのフェミニスト提言の呼びかけ人や賛同者には、多くのフェミニストやジェンダー研究者が含まれます。われわれはフェミニスト、あるいはジェンダー研究者としてトランス女性への差別に抗議し、まあ、LGBT の人たちとの連帯を図ることを、まあ、この声明で表明したというわけです。まあ、以上があの背景、何しは理由とといい。うことになります。うん、はい えー、そうですね、そして、えー、ちょっとここに至るまでのですね、あのあの今、三成さんにもあのご解説いただきましたが、えー、LGBTQ 理解増進法案がですね、なぜここまで混迷したのかという、えー、今年に入ってからのですね流れを振り返りますが、まずはですね、やはり一番は、えーまあ、この棚ざらしになっていた法案が、 えー、この今国会で進むようになったきっかけは、えー、首相の秘書官だった、まあ、新井秘書官のですね、まあ、土直球の,あの差別発言が、まあ、オフレコで出てきたということで、まあ、これが G7 サミットを前に、これは許されないことだろうということで、秘書官が更迭され、また対面的にもね、多分岸田首相、悪かったんでしょう、G7 サミットまでになんとか、 やって、えー、作ってくれということを自民党に指示したわけですが、まあ、結局自民党内のです、ね、保守派からの反発というのは非常に強くて、うん、本来あの2年前までは、えー、2年前超党派で自民党を含む超党派で合意していた案でそのまま通せばいいところを、うん、自民党がこのちょうどゴールデンウィーク前ぐらいにですね、うん 与党単独で国会提出とといいうことを言い始めました、うんまあ、その背景には自民党の保守派が、うんえー、この慎重意見を述べ、うんえー、そこで、まあ、G7 までの成立が難航するということになりですねで自民党は自民党で修正案を別に出すということその中で、まあ、差別は許されないという文言に対しての賛否ですね、うん、不当な差別は許されないというのが <laughs> まあ、自民党案で追加されるというこそんな中ね、えー、エんな中エル中日大使が、まあ、同性婚なんかも早期に法制化をということを言って、これもまた自民党の保守派だとか保守系の新聞とかがね、えー、内政干渉だって起こってますけれども、えーまあ、そういう中で修正案が出てきました。で、この修正案が自民党内では、えー、5月の頭には了承されたんですが、ただこのところでも、ね、やっぱり自民党案の中でも、 やっぱり保守派はですね、学校教育の努力義務規定っていうのをこれなくしたいという、ですね、そういう欲求が強くあったんですよね。で、その背景にあったのが、まあ、新党政治連盟、あるいはまあ、えー、これあとでね、話に出ると思いますけれども、宗教右派、統一教会の影響ですよね、LGBT、まあ、そういった宗教右派が、うんえー、かなり組織的に自民党の保守派に。 圧力をかけている LGBT の,この理解増進法を進める進めるなということをやっているということがさまざ、あ、まな報道でも明らかになってはきているんですがとはいえサミット前にこの提出しないというのは対面が悪いということで、まあ、内容はともかくサミット前に提出しようということでここで状況が動き始めますで週内に提出することは決まったんですが まあこ,のこの時点でも、この時効の案に対しても、当事者の団体からまあ抗議集会なんかもえ出てきました、うん、えただこういうのもね、これ、産経新聞の報道ですけれども、この時効修正案に対して、産経新聞なんかはもう、これは危険な法案だということで、かなりあの批判的な論調で書いていたんですね。うん、まあそういう中で、自民党、公明党が時効案というのを提出しました。うんうん まあ、産経新聞ですとですねやっぱり、まあ、これに対して、こういう法案に対して、えー、批判的な論調の記事がたくさん載り、で産経新聞は社説でねもう廃案しかないんだということを訴えてました。で産経系のメディアで、夕刊フジなんかは、まあ、これはやっぱりかなり自民党保守派がなんでここまで LGBT 理解と司法に反発をするのか、まあ、それはやっぱり安倍元首相の影があるんだと。で秀次さんが えー、この安倍さんの話を紹介していて、やはりこれ、皇位継承の問題と関わってくるということで、国体の問題に関わってくる重要な部分なので、むしろ LGBT 法案はなるべく進めたくないということを安倍さんが言っていたということがまあ明かされて、まあ、こういうことがね、この保守派の反発の背景にあるということがまあ見えてきました。うん、ただ、ね、G7 サミットを前にです、ねこのえー、これ、松岡総理さんがまとめてくださったんですけれども、うん この国会図書館のデータですかね、えー、この G7 各国の LGBT 差別禁止法、まあ、今回理解増進法であって差別禁止法ですらないんですけれども、でもこの理解あの、差別禁止の法制度を整理すると、基本的にはもう日本以外はほぼあのきちんと整えられているという状況があると。でそういう中で、えー、先ほど三谷さんもご指摘,ご指摘いただいた まあこの法案が本当におかしな方向に変わっていく一番のきっかけとなったのが維新と国民民衆によるです、ね、独自案ですねで。独自案の中にこのシスジェンダーあるいはまあ全ての国民への配慮マジョリティへの配慮条項を入れろということを突然ですねこの国民と維新が言い始めて、まあ、これは、まあ、あの当事者団体からは もう,もう批判されれました、まあ、それは当然ですよねだって少数派をどう保護するのかっていう法,法案を作っているにもかかわらず多数派の権利をきちんと確保しましょうっていうね法案ですからまあなのでこれが LGBT 差別増進法だと言われるね一つのきっかけになっているのが、まあ、この維新と国民が5月の浜に出してきた議論だったんですが。 まあ当然、これはあ,のあまりにも内容がひどいので、さすがにこれは取り入れられないだろうと思ったら、なんとこの自公、異国が合体するような形になって、修正協議が始まりで、えー自えー、自民と維新が合意して、えー、取自民党案に維新、国民の案が取り込まれることになった。で、その配慮には、えー、岸田首相がとにかく G7 の、ね、声明で、えー、LGBT 問題へのコミットメントっていうのをね、 首脳宣言で確約したがゆえにですねこれはもうやらなければいけないで対面の問題ですね対面で通したいとでも党内の保守派があまりにも反対が強すぎるのででも党内の保守派からは維新国民案の評価が高いのでじゃあもうそれの丸呑みしてやりようといですね岸田さんがとにかく対面を禁止した結果まあひどい法案を進めてしまったという状況があるわけですね という形で、この4党で修正した理解増進案が出て、まあ、これの問題点に関して松岡宗志さんが、この分かりやすい表と記事を作ってくださりましたし、この5月と6月に松岡さん出ていただいたので、その話をですね、また別の松岡さんの会も無料で公開しているので、ぜひそれを見ていただければと思うんですが、まあ、この、ここまでの流れを解説しました。そして、この問題点について、 えー、ウィメンズアクションネットワークのウェブサイトで三成さんも、あの、問題点として、非常に、えー、クリティカルな批判をされています。こちら、ちょっと、あのー、まあ、改めてね、ここまで、あの、経緯は紹介しましたけれども。この原稿では、どういうところを指摘されたのか、ちょっとご解説いただけると。あ、この、私が書いた、この。そうですね。はい、えー。どうですか。ここではですね、あの、えー、まあ、国際的な。 動向の中に照らして求められるのは差別禁止なんだけれども、まあ、今回、そこにはそこらが難しいということで、理解増進法で,で、えー、あったで、この理解増進法を巡ってもです、ね、文言をどうするかあといったようなことで、事、ま、項、あ、案というのは、あの文言のお、まあ、不当な差別であったりです、ね、それからあの政治人 おお、性一性に変えるといったような、この文言のところで公募してたんですね。で、ところが、その後、維新、えー、国民案が出てくると、の、それこそろ流条項のような、こう、法案の本質を変えるような、あ、ことが出てきたので、全く次元が異なってきたんです。で、私は書いた、この文章の中では、そうした文言の問題と。 そしてその本質を変えるような修正というのがどのような形どういうふうな問題をはらむのかということを整理したのがこの今ご紹介いただいているレポートですのでまたご覧いただいたらと思いますさらにこれは6月10日に掲載いたしましたけれども法案,法案が成立した後法律として成立した後追記で二つほどスポーツの問題とそして えーまあ、司法の動きですねあの、えー、婚姻平等に関しての、うん、意見あるいは意見状態という判断が五つの裁判のうち4つまで出ましたのでそのことについても少しコメントを追加しているということですまたそれはご覧いただけたらというふうに思います、はい、あのこちらはのサイトに、ね、アクセスすればあの無料で読めますので皆さんぜひご覧いただければと思います で、えー、改めまして、またあのこちら、声明のね、えー、緊急声明の方に戻りたいんですけれども、まあ、提出に至った背景は先ほど伺いました、1つもう1個、この緊急声明というところがポイントだとも思うんですね、うん、この緊急性については、どのような、うん、あの議論があって、えーまあ、今のタイミングで出さなければということになったんでしょうか。そうですねあの、緊急声明になったのは、これはあの LGBT 理解増進法案の修正が5月になって9点。 しかも5月の後半になって、急展開を見せたということに対する対応として、えー、急遽ですねあのこの文案をまとめて、そして、ともかく法律ができる前に、えー、あの声明を出そうということで、緊急声明ということになりました。で今回その、先ほどもご説明がありましたけれども、与党案が出されたのが5月18日。 で維新・国民案がまとめられて出されたのが5月26日、で法案成立が6月16日なんですね、この間1ヶ月ない、この1ヶ月ないうちに、与党と維新・国民の与党4党の合意案が国会で、あのこれ、国会出されたのが6月9日で、13日はもう衆議院の本会議で可決され。 たわけなんですけどもこれほどまでに猛スピードで国会で、えー、通ってしまったということは国会での議論はもうほとんどないに等しかったんですで、そうすると国民の側としては一体、えー、何が問題なのかということがわからないままにあれやあれよという間に理解、えー、増進法が通ってしまったという状況でしたからこれはそのあのそういう手続きの批判も含めてですね声明を出す必要があろうというふうに考えました で5月までは、5月初めぐらいまでは、もう2月に確かに首相秘書官の問題発言があって、かなり盛り上がりを見せた国,国際的圧力も強まったんですけれども、それでもなかなか動きがなくて、5月初めまではまた2021年5月と同じような状況になるんじゃないかみたいな、そういう懸念すら漂っていたんですけれども、急きですね、 変わってしまって、この変わりぶりにはもう本当にびっくりしました。で、しかも維新国民の修正、えー、維新国民院の修正というのがあのまあ LGBT フォアに批判的な自民党保守法を取り込むような内容になって、えー、いましたので、まああのこれに対して当事者団体も強いこう批判を表明したわけですけれども。 我々フェミニストとして、人権無視の国会審議のこのような在り方を黙って見ているわけにはいかないということで、えー、急遽声明を出した次第です。あの先ほど、あのこの抗議声明あ、緊急声明のところで,です、ねえーと、三成さんもおっしゃっていましたけれども。 まあ当事者団体からはね、この LGBT 法がひどい状況になっていることに対しての意見表明、声明などたくさん出てたんですが、 結構そのフェミニストの中からは本当に断片的にしかもそれがまあ分断しているという状況もありました、うん、まあこちらの,あの段落にも書かれているように、うん、フェミニストの間でもやっぱり女性の不安をあおる言説が拡散していて、うんうん、ええー、ある種フェミニズムの分断が起きているという状況があるでその中ではですねやっぱり多分相当この緊急声明を出す中で えー、フェミニスト間、あるいはウィメンズアクションネットワークワン内でも、まあ、さまざまな議論。どこまで書くべきかみたいなところに対しての相当なんか議論があったのかなっても思うんですけれども、これ話せる範囲で、そのあたりの内部での議論と教えていただけますでしょうか。そうですね。あの、今回の緊急声明はワンの声明として出したのではなくて、あの、呼びかけ人に稲が上がっている人も、決してワンの。 あの関係者とは限らないんですねそういう意味では呼びかけには結構広い範囲になっていますただあの掲載する場としてはワンの場所をお借りしました ONE はあのじ実は2019年にトランス女性に対する差別と排除とに反対するフェミニスト及びジェンダーセクシュアリティ研究者の声明というのを公表していますそれは、まあ、2018年にお茶の水女子大学がトランス女性を受け入れた のトランス女性受け入れの表明をした後とに、今様々ざあにバッシングといいますか、が生じた、これへの抗議を表明したものでした。で、あのでこのようなまあヘイト言説というのは、あのインターネット上で主に行われていて、お茶の水女子大とか、その後、あの私の前任校である奈良女子大でも、 トランス女性を受け入れを表明したんですが、このような大学の関係者に対して個人的な攻撃があったというわけではありません。で、この ONE ではですね、この2020年の8月に、この ONE の中で、トランス女性をめぐるある意見が掲載されたんですねこ,こ,ちらこちらですね。 はいはい、はい、そのおまあご意見というのはワンの内部でもそしてワンの外部も含めて非常にこうさまざまな議論を呼び起こすことになりましたで今現在このお投稿をなさった方は LGBT 理解増進法に対して 今回、我々の共同声明が求める方向とは全く逆の方向での対応、対策を求めているという、そういう立場になります。で、うんまあ、このようなです、ねうん、動き、つまり今お示しいただいているような投稿を支持するフェミニストとかジェンダー研究者も一定数おられます。 しかし、あの実際のこう数値を上げるのは難しいんですけれども、まあ、今回のフェミニスト緊急声明に対しては、1週間で1200人以上の賛同が集まりました。まあ、それはですね、この緊急声明を支持する人がかなり多いということを意味しているというふうに思います。で、ワンがこの2020年のこの記事を掲載したときは、 1> 1はですね、1、え、は、ー、まあ、自由な言論空間を保障するという趣旨で、前にお示ししていただいているような記事も掲載するけれども、まあ、今回、殺害予告を受けた中岡弁護士さんの非常にこうあの分かりやすいトランスジェンダー当事者としてのご意見も掲載するという形で、ずっとバランスをあの取,って取ってきてるんですね。うん、でこののに掲載される原稿というのは ワンのこの編集部、でチェックしたものを出しますから。あの人格非難的な、ああ、そういうこう。ものは掲載はされていないと思います。<laughs> しかし、結局ワンの外で。S. N. S. を中心に、まあトランスヘイト的な問題が加熱して。いき。いったわけですね。で。そこには、あの当初は誤解やすれ違いもかなり多くて。 えー、多かって、まあ,あ、合理的な対話によって解決することが望ましいというふうに思われたんですが、今に至りますと、ワンの手が届かないところで、もう議論が過激になりつつあるということです。まあ、そういう意味では、こう、今お示しいた,いただいている原稿について、改めて、まあ、どのような判断をするのかということについては、あのワンの理事会の方で。 えー、いずれはまあご検討になるのではないかというふうには思っています、うん、あの補足すると、えー、これ3年前の時にもね、紹介したんですが、この石上悠乃さんの原稿が1に、まあ、掲載して、えーまあ、それに対しての批判というのが、えー、またフェ,ミニズフェミニストの方からも寄せられて、この時に原稿引き上げ騒動っていうのがあったんですよね。 で、今、あの、三成さんにご説明いただいたように、まあ、この1の中では、このトランスジェンダーと共にということで、トランスジェンダーを、まあ、どういうふうにきちんと包摂、社会が包摂していくべきかっていう、そういう、基本的にはそういう立場に立って、そういう原稿を集めるコーナーを作ってたんだけれども、やはり、まあ、この石上さんの原稿がその趣旨から真っ向から反するものじゃないかということでの批判が相次いで、えー、まあ、そこで、えー、もう、 言論空間としていろんな意見を載せるっていうものをやっぱり超えているものではないかという,こ,うこの原稿と一緒に自分の原稿は載せておいてほしくないということで、まあ、一部の著者の人が、えー、記事を引き上げる決断をするという、まあ、そういうこともありました。まあ、本当にに、ね、今三成さんがおっっしゃったよううある種もワンというといころからを離れて、 まあ、きちんと議論ができるプラットフォームとは違うネット上のところに行ってしまって、どんどん過激化していったっていうのが、この3年間ではあるんですが、なんか僕もツイッターでね、この緊急声明への反応っていうのをいろいろ見ていて、あの、もう緊急声明にはほとんどもう一言一句僕は同意する、内容的には同意するし、まあそういう内容にはすごく同意するんだけど、やっぱりちょっと、 この2000年のこの原稿が載った時のワンの対応に対しての不信感があるという違和感があるという人も多かったんですよね。まあ結局そのまだこの、えー、石上さんの原稿もウェブには掲載されていてやはりまあこの問題に対しての総括なしに緊急声明をまたまあもちろんこの,あの今回ワンとして出されたものではないというのは理解はしてるんですけれどもでも ワンの理事も含むような形で声明を出すっていうこと、そこの総括はどうなっているんだろう、そういうなんか意見表明とか態度表明が欲しいなっていう意見が割と結構、散見されたんですよね。まあ、こういう批判は当然あり得るんだと思うんですけれども、これはいかかがでしょうかそうですねあの,あの,その点はワンの理事会とか理事の方々も非常によくあのご承知で、まああの、おそらくは7月、まあ、この夏には、あの おまあ、どういうような形で今回の問題を、まあ、総括も含めてですね、えー、決断するのかということの表明は、あ結構決定が出ると思いますので、まあ、それをお待ちいただいたらというふうに思いますうんなるほど、まあ、あの当然、そういういろんな議論を経た中で、今回は緊急性が高いという形で、このような、えー、の文言で出たということですよね。ねね でもこれ本当にこの3年間で本当に大きく変わってしまったんですよね、三成さんがおっしゃったように、えー、実際に、ね、このワン、まあの,ね、の言論の論争というのを離れて、それがネットでどん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 過激化していった結果、今起きているのは、こちら、えー、トランスジェンダーを公表されている中岡俊弁護士への殺, <laughs> 殺害予告みたいなところ、まさにヘイトクライムというのがもうここまで発展しつつ、 あるような状況になっておりますでえっとそしてまあ前回ご出演いただいた三成さんにご出演いただいたのは3年前でこちらでしたねえちょうど2020年の,あの9月にですねこの、えー、学術会議として、えー、このトランスジェンダーに焦点を当けた提言を発表されました <laughs> でこちらですねでえっとちょっと内容を簡単に紹介しますと えーまあ、この議論は実はもう2017年から、えー、学術会議の中で、えー、ずっと続いていて、えー、この LGBTI 権利保障分科会が性的マイノリティの権利保障を目指してということで、うん、婚姻教育労働を中心にというものが発出されました。 でえー、その、えー、骨子は差別解消のための根拠法の制定といまあ、だにこの根拠法ができてないわけですけれども、えー、包括的な政策の策定そして婚姻の性中立化、うん、教育機関雇用労働における性的マイノリティの権利保障の必要性というものを、えー、訴えたのがこの2017年提言でした、えー、そこで書かれているのはこのような内容です目下日本でも自治体の取り組みやメディア等を通じて性的マイノリティの認知度が高まりつつある 教育労働分野を中心に具体的な取り組みも活発になってきた。しかし、性的マイノリティを取り巻く現状はなお楽観してできるものではない。特にトランスジェンダーの権利保障については、環境は改善が進められている国、地域、有諸国などと停滞後退している国、地域の差が広がっていると。一部のフェミニストの間には、女性をシスジェンダーの女性に限定し、トランス女性を排除する動きがある。 トランスジェンダーに対する理解を深めるための法整備はトランスジェンダーの人々の生命と尊厳を確保するための喫緊の課題なのである。日本でも素児差別解消の取り組みが進みつつある。しかし日本で唯一の LGBT 法である、えー、性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律は身体変更や生殖性説上法律性別用変更の必須要件と定めており、 2010年代から急速に進展した国連の人権基準や法改正の国際的投稿に即していない、まさしく今回もね、この LGBT 増進法、市議会増進法の中で、ジェンダー・アイデンティティというね、文言に変えられた、そこの部分でもあります。 で性同一障害という用語はもはや国際的に使われていないトランスジェンダーは数ある性の個性の一つであって障害ではないからである個人の性自認、ジェンダー表現を尊重する法整備はトランスジェンダーだけでなくすべての性的マイノリティの権利保障の基礎となるそしてそれはジェンダー抑圧構造により不利益を受けるあらゆる人々の権利保障にもつながるもちろんその中には女性も含まれるということですよねで この中ではです、ね、非常に分かりやすかったのがこのように表にもなっていました、この法的性別要件の変更というのがどういう形でやっているのかというと、やはりまあ諸外国と比べると日本というのはものすごく遅れているんですが、他の国というのはかなりフレキシブにできるということが分かる表組でした。こういった状況を踏まえて えーみえー、と提言を1、えー、つがトランスジェンダーの権利保障のために国際人権基準に照らして、制度一斉障害者特例法に代わる性別記載の変更手続きにかかる新法の成立が必須である。えーまあ、ここがだから、性自認ですよね。性自認という話で、でこれがむしろ今、攻撃の対象になっているわけですね。自分要するに、自分の生殖器を、えー、手術、身体的に手術をしなくても、 でもあの、自分の政治人がえじ男性であるや女性であるっていうんだったら、それで風呂やトイレを利用できるようになるっていうこと、それおかしくないかっていうような、とてもちょっと一見分かりやすいような理屈で、ここに対しての、うんえー、バックラッシュが始まっているという状況です。で、国会議員あるいは内閣府により速やかな発言を経て、立法府での迅速な法律制定を求めたい。うん しかし、これはまあ進んでいない状況どころか、やはり今回の増進法で後退したといえるでしょう。うん、提言に、トランスジェンダーを含む性的マイノリティの人権が侵害されることがないよう、性的マイノリティの権利保障一般について定めた根拠法が必要である。国会議員あるいは内閣府により速やかな発議と立法府における迅速な法律制定が望まれる。 関係省庁および自治体はより実効性の高い権利保障政策の立案・実行評価に努めるべきであるという提言でこちらもね、まあ、今回の理解増進法って権利保障一般でもなかったわけですからねそこに至らないものがしかも後退するみたいになってい状況になりましたから提言にはよりひどくなったというふうにも言ってもいいかもしれませんそして最後の提言ん 人権外交の方針に基づき、日本も国連人権書機関から求められている包括的差別禁止法の制定を目指すべきである。性的マイノリティの権利保障法は、包括的差別,差別禁止法の制定に向けた第一段階として位置づけられる。中央省庁や自治体が連携して包括的な差別禁止政策を推進し、 当事者団体、教育機関、企業、専門家、市民等の協力をもとに国際人権基準にかなった多様性に富む日本社会を築くことが期待されるということで。もちろんこの提言も、えー、やっぱり達成できてないわけですよね。だから、ただ一応今回の2年前の超党派合意案、まあ、ギリギリもう何百本も譲歩すれば、今回の事公案での理解増進法案が成立していけば、 まあ包括的差別禁止法の制定というのが目標なので、そこに至るステップとして、今回の理解増進法が機能する可能性はあったわけですけれども、そのステップにすらならないような留意条項というのが入れられ、しかもそれに対して、国がガイドラインを作って運用するんだなという話をしちしゃっていますから、本当に後退しているという状況ですはいここまでちょっとあの3年前のね提言を紹介させていただきましたけれども。 あの三成さんはこの学術会議のこの提言の取りまとめに尽力されました、まあ、あの提言が、ね、出た時の反響とそしてまたこの3年間でね、うんえー、ある種の、まあ、保守派勢力そしてネット上の、えーえー、人たち、まあ、そしてまた、えー、一部のフェミニズムフェミニストの人たちから まあ,ある種こ,うこういう提言も多分攻撃対象になっていったという流れが多分3年あったと思うんですけれども、うんうん、改めてこの3年間、この提言から振り返ると、いかがでしょうかそうですねあの、この学術会議で今あ提言は今ご紹介いただいた通り、2017年と2020年の2回にわたって出してるんですね。でこのの提言はやはやりあの当社団体の人たちとも意見交換をして そして、あのシンポジウムで広くこう市民の皆さんの意見もあの聞いた上でまとめた提言なので、えー、当事者団体の人たちには非常にこう歓迎えされました、で裁判でもまあ参考として利用されて、今回の,あの婚姻平等判決の中には、学術会の提言もまあ資料として引用されてるんですね。まあ、そのような形であの実際に あのまあお役に立てているのではないかというふうにはあの自負しているところです。で、えー、ただですねこの2021年の5月に LGBT の超党派の理解増進法があ一応まとめられたけども国会に出されなかったあの5月にやはりこうトランス女性を、まあ、否定するような立場の人たちから えー、学術会議の提言というのも合わせてこう批判されるという動きがありました。で、えー、先ほども言いました、個人攻撃で直接、なんか暴力的な、あの中岡さんのようなそういう暴力的な攻撃を受けてるというわけではありませんけれども、やはりあの、一定、まあの批判はあったあと思います。ただですね この3年間を通して、今回の LGBT 理解増進法をめぐる混乱を通して、それを振り返ってみても、この2017年と2020年の学術会議でまとめた提言というのは、そのまあ内容というのは、非常にこう先進的で、これから先もやはりこう目標とすべき内容をまとめることはできたなというふうに思います。つまり あの国際社会の動向と学術的な検討と、まあ、当事者の意見のこう3点を踏まえた内容ですので、この内容は全く古くはなっていないというふうに、うん、改めて今回の混乱を通してです、ね、それを経て改めてこの学術会議の提言の意義を確認したということです。うん あのおっしゃる通りだなと思う僕も思う一方で、まあ、まさに諸外国の状況を見て考えるという点でいうとなんか今回の,このトランスヘイト的な言説が今日本のネット上でもバッこしている時によくやっぱり引用されているのが多分このトランス女性に対してのバックラッシュバッシングの言説ってイアメリカとかと,とりわけあとイギリスですよね。 アメリカやイギリスそしてそれもそういうものに乗っかえる政治家がいてで、まあ、それが、まあ、ある種のね宗教右派的な言説みたいなものともやっぱりあの諸外国でもやっていて非常に似てるというか似てるどころか多分日本でのそういうネット上ですごくバッこしているようなトランスヘイト的な言説っていうのは、まあ、アメリカやイギリスなんかで今注目されているものを、まあ、ある種チェリーピッキングして。 時にはデマなんかも交えながら日本で流通するっていう現象も見られていてだから諸外国であってもだからそういう動きっていうのがあってまたその動きっていうものが日本にも日本はでも権利の,権利のですねまあ差別禁止法も法的あるいは政策的にも全然十分じゃないところにまあ要するにアメリカとかイギリスはある程度そういうものがあるところでそれに反発が起きてるわけですけれども日本はそういうものがないのに。 えそこも反発だけがなんか輸入されて広まっていって、そこにまた日本の保守派の政治が乗っているという非常にまた厄介な状況になっているのかなと思うんですけども、こうしたあたりはどうご覧になってますか。そうですね。あの本当に今おっしゃった通りなんです。あのこのトランスヘイト的な言説というのはイギリスから始まってアメリカにも広がり、でそうしたあのイギリスやアメリカの言説が日本にも入ってきて利用されているという状況があるので、日本発 日本が発信した情報ではなくてあの外国から入ってきたものが、まあ、日本流にアレンジされて使われているという、まあ、これがあの正しい認識だろうというふうに思います。でしかしですねその何が違うのかとやっぱり前提が全然違っていてイギリスなどでやはりあのトランスヘイト的なトランス女性に対するヘイト的な言説があるのはあそこではですねあの法的性別変更の要件というのは日本に比べてはるかに 軽いんですね、うんで。何が問題になるかというと例えばあの、うん、トランス,トランスンあのつまり性別を変更したいという思いを持って社会生活を一定期間送っている人たちがその法的性別変更を申し込 出る時のその期間が短くなったりですね。まあそのようなあの具体的な実務のレベルで手続きがどん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 簡素化していることに対しての批判というのがイギリスなんかでは非常に強く出ているわけです。でアメリカの場合はこれはあの中絶と同じようにあのまああの共和党と民主党との間で家族間をめぐるこう非常にこう鋭い対立がある中で。 ト、まあ、トランスヘイトというのもこととがあるわけですねところが日本の場合は法的性別変更の要件というのは世界にの中でもこう非常にこう高いハードル非常に厳しい条件でしかも家族要件が強いというのが日本のまあ特徴なんです。でその中でトランスヘイト的な言説というのが国民のアメリカのように国民の世論を二分するような形で展開しているわけではなく むしろ恐らくは非常にこう少数の意見が先鋭化する形で特,特定の政治家を通して国会にもたらされているという構図があるのでそういう意味ではです、ね、国会で議論されている内容と国民の世論あるいは国民の感覚には大きなズレがあるこれが日本の特徴じゃないかなというふうに思いますのでこのトランスヘイト言説というのを、まあ、イギリス、アメリカの影響 というふうにこう捉えるのはその通りなんですけれども、その前提が非常に違う中で、えーまあ、日本独特の使われ方をして、少数意見があたかも多数意見であるかのように、しかも正しい言説であるかのように使われて演出されているということを、きちんとあの批判的に見ていかないといけないのではないかと思います。 あの非常にクリアな整理だったと思いますしその前提の違いというのを確認する上でこの日本学術会議のね2020年の,あのこの報告書っていうのは非常にあの有用であるなっていうことを思いました。この、ね、こ,こはすす。ごく非常に重要なポイントだと思いますそして もう一つね、今、三成さんもご指摘いただいた、一部のすごく、まあ、先鋭的な意見が政治に影響を及ぼしている、これ、3年前からのですね、やっぱり大きな変化でもあるんだと思うんですよね。具体的にこ、ね、このやっぱりネットでそういう人たちが集まってきたことで、実際にロビー活動なんかも始まっています。有名な中ではではすねこののよううに女性ススペースを守る会というものが 生まれたあるいはのセルフ ID 女性の人権と安全を求める会という、まあ、この中にはねもちろんあのフェミニストの人も含まれてはいるんだとは思うんですが、まあ、こうしたあの会の存在が、まあ、相当この3年間、えー、政治につながって議員会館にも行って説明をすることによってこれがある意味ネット上でこれを言うことによって、えー、非常にあの支持が集まるあるいはそれが えー、保守派ですよね宗教保守なんかを中心とした保守派の求めている世界と世界観と非常に合致してたがゆえに、まあ、そこが、まあ、あの一部のフェミニストと自民党のもう強力なこれまでずっとジェンダーを、ね、抑圧してきたジェンダー平等とかもう男女平等って絶対言わせたくないから男女共同参画名前変えろとか言ったような人たちとフェミニストが結託するという、まあ、ちょっときっ 奇怪な現象っていうのが、ね、今起きよううととしているといる状況があります、あのー、で僕はまか僕のなんか視点から見るともう一つこの女性スペースを守る会にしてもこのノーセルフ ID にしてもなんかあのー、いわゆるこういう言説が、あのー、広まっていく背景には、まあ、ネット上ソーシャルメディア上の拡散力っていうのがあるっていうことは疑いがないわけですけれども。 なんかこういう言説の中心的な人たちとか、あるいはロビーを行っている人たちは、あの、やっぱり匿名の方たちが多いんですよね。で、トランスの権利をご主張される人たち、あるいは今回のフェミニストの、えー、緊急に名をつないでいる人たちは、やっぱり実名でやられている言論人の方が多くて、なんかこのやっぱり言論の もちろんねあの、女性が抑圧されていて、しかも性暴力についての問題提起を行うんだからこそ、実名を出すこと自体が、えー、すごくやっぱり危険なことである。だからこれはしょうがないことなんだっていうことは、うん、もう一定の僕もそれはあの理解できる部分はある一方で、やっぱりその、なぜこの、きちんと。 うん、プラットフォーム上で対話をできないのかっていうところにつながると思うんですけども、やっぱりこの言論の匿名なのか実名なのかっていう、その言論の非対称性っていうのが、僕はなんか議論が錯綜する一つの要因であるように見えてしまうんですよね。うんうん、このあたり、三成さん、どう印象かは痛いです、はい、今ご指摘になった言論の非対称性っていうのは、非常に重要な視点だというふうに思うんですね。で あの市民いわゆる市民的公共権における匿名性の問題というのは、確かにあの個人のプライバシーを守るという、非常にこう重要なあ意義というか、機能はあるんですけれども、しかし、そのプライバシーを守るための匿名性と、まあ、インターネットで大量発信される際のこう匿名性というのは、これ、やはり区別して考えないといけないと思うんですね。で 特にそのインターネットでの匿名性というのは、現在、インターネットの情報というのは AI で自動分析されて、自分の発言に都合がいいものがこう上位に上がってくるといったような、そういう操作性が非常に強い中で、しかもそれが匿名,性の,匿名の情報をあの操作性でリツイートなんかでこういかにもですねこう大量の指示があるかのような演出可能な。 要素が非常にこう強くある。ですからあのインターネット上の匿名というのはもう非常に危険でありそこに操作性が絡むのだということはもう常に意識しないといけないというふうに思うんですね。で一方であの今回フェミニストの間でも意見が違うとかで、まあ、シスジェンダーとトランスジェンダーの間でもあの意見の違いがあるといったようなことがいろいろ演出されて。 対立軸として提示されてるんですけどもそこで必要なのはやはりこう対話というか討論だと思うんですけどもあの討論とか対話っていうのはこれは匿名ではできないことだと思うんですで、まあ、我々は研究者ですからいろんなことに関して討論しますけれども討論というのはあるいは対話にしてもですねやっぱ根拠を挙げて合理的に行うコミュニケーションですので顔が見える関係で 行わないといけないいいとけ例えばツイッターのなどのようなこう短い文章では言い尽くせないので、まあ、多くの研究者、まあ、多くと言いますか私も含めてですね研究者の中には SNS を使うことに非常に慎重な人もたくさんいるわけですね。ということはあの何を意味するかというとこれから、まあ、政策を作る対話をしていく。 妥協点を見つけていくという上で、非常に大事なのは、匿名性をいかにこう克服して、顔が見える関係で合意,、えー、合意点、妥協点を図っていくかと、この、まあ、プラットフォームをいかにこう構築する、あるいは維持していくかということ、ここにかかっているのではないかというふうに思いますおまさにそこが僕もね、一番伺いたいところでもあるんですよね。 まあ今回本当にこのフェミニストからね、フェミニスト有志から緊急声明が出されたということにはすごく大きな意味があるんだと思うんですが、他方でずっと三谷さんが今日おっしゃってるように、やはりフェミニストの中でもやっぱり意見の違い、食い違いというのがまあ見られている。で,でも、もともとでもフェミニズムって、ね、一枚岩の。 思想ではななくてて一、うん、一人一般なんていう言葉もありますよね、うん、まあそれぐらいいろんなあの意見があってその中で論争していく中で発展してきたんだと思うんですけれどもとはいえやっぱりこの過不調性という構造に目を向けて、まあ、女性だけでなくてやっぱり弱者を守る思想ということについては、うん、あの多くのフェミニストの僕は共通理解だ。 っていう,ふうに自分は思ってたんですがでもやっぱり今回この,このトランスヘイト問題が、まあ、ディスインフォメーションなんかも交えたことによって影響されてることでいやフェミニストはシ数女性だけを守るのではなくて。 男男性も何なら男性ももなら含む弱者ですよね弱い立場に置かれた人を守るための思想なんだっていうそういう共通の理解前提もちょっと揺らがされているように見えてしまっているもちろんこれ女性の性暴力とか性スペースを守るっていうことは本当に大事なことですしでもそれは今回ねあの刑法の性犯罪の改正で一定の 多分進展が合ってるわけですから、そういうの,がそういうのはそういうので別にやっぱ粛々で進んでいるわけですよね、これもいろんな研究者や当事者の声で進んでいるのにもかかわらず、えーまあ、その女性への性暴力、セーフスペースを守りながら、でもトランス女性の、えー、人権も守るということ、ここで部分的にやはり今、対立が生じているように、うん、されているという。 もちろんある程度ね、バッティングしてしまう部分が出てきているというのも、一定の事実ではあると思うんですけれども、ただ本来は、排他的な問題ではなくて、両立が可能な話だと思うんですよね、だからこそ、そこの合意形成をするための必要な議論の場所をどう作っていくのかというのが、多分あのこの緊急声明を、ね、発出した、多分次のステップとして、非常に重要なことなのかなと思うんですけど、そのあたりはどうお考えでしょうか。あのまあ、本当にご指摘の通りで あの実はフェミニズムって本当に多様だと百花両乱というふうに言われるんですけどもこの長いまあ,あの18世紀の終わりぐらいから初期フェミニズムが出てきて19世紀後半から20世紀初頭にかけてフェミニズム第一の波で70年前後ぐらいからフェミニズムの第二の波が出てくるというそういう中でですね歴史的に本当に非常にこう多様な潮流がフェミニズムの中にはあるんですね。 で内部でもともと今回だけではなくて、非常,なこう非常にこう熾烈な対立もずっと存在し続けてるわけです。しかし、そうしたこう対立や意見の相違というのは、大きな流れとしては、私はやっぱりフェミニズムを発展させてきたあというふうに思うんです。 うというそういう,こう力にはなってきたというふうに思うんですねですから今回の対立はそれを完全に不毛なものとするのではなくてそこでこう妥協を図るあるいは意見の一致なりこう違いというのを先鋭化させた中で、えーまあ、次のステップに進むという、まあ、そういうためのこう試練の一つだろうというふうに私は位置づけていますでそういう点ではあの今回のまあトランスヘイトをめぐる 意見のフェミニストの中の、まあ、意見の対立というのをこう、いかに、まあ、あの完全なこう妥協というのは無理にしても、しかし、ある程度その合理的な対話を作っていくための、まあ、前提としてはですね、こう3つあると思うんですね。1つは、やっぱりこれ最大の課題なんですけども、フェミニズムは確かに女性の解放、 女性の自立というのを目指しますけれどもそれは女性をあくまで個人として個人としての尊厳や個人としての尊重を女性に対しても求めるとこれがフェミニズムの原点だと思います。ですから今回もそのフェミニズムの原点に基づいて個人の尊重や個人の尊厳に基づいて多様な選択肢をいかに対等に保障するかという これをもう考えていいいかないといけなととけだろうとでこの選択肢を保障する責任の主体というのは、第一義的には国家、まあ、今回法律を作ったわけですけれども、国家。で、第二にはまあ自治体、企業、大学、学校などの事業体や地域社会。で、第三に個人だというふうに、こう責任のレベル、いろいろあると思うんですけれども。まあ 今回、理解増進法ができましたから、これから国は基本計画を作って、まあ、指針を作っていくということになりますで。理解増進法は理念法ですから、あまり大きなあの、細かいことは全然決めてないんですね、大きな枠組みしか決めていないと。なので、そこでですね結局、特にその基本計画や指針が決まり、それが地方レベル、自治体レベルにこう降りてくる際に、 ま具体的にいかに LGBT の人たちの当事者の意見を織り込んでその権利を保障していくかということをその個人の尊厳と個人の尊重という観点からま取り組んでいかないといけないだろうというふうに思いますでその際ですねこれが2番目の問題になるんですけどもまあ、選択肢の保障ということを考えたときに今現在こう SNS を賑わしている議論あるいは国会議員が紹介している まあ、あのシスジェンダーのための議論というのは、あまりに乱暴なんですね、乱暴、前提が乱暴すぎるんです。というのは、施設、トイレやお風呂などの施設、設備の問題と、人の問題というのは、区別しないといけませんし、れから施設備や施設の問題も、これもですね、 局面、その利用目的とか、あるいはどのような施設なのかということによって、全く条件というか違ってくるんですね。これを全部こうひっくるめて同じような形で、トランスジェンダーというのをこうある種のこうステレオタイプで議論するとか、あるいはトイレというのを全然こう細分化せずに、トイレ一般、あるいはお風呂一般で議論するということの暴力性というのに、私たちは自覚的でないといけないというふうに思います。でえー 例えばですねあの、トイレについては、不特定多数が使う公共トイレと、公衆トイレと、えー、職場や学校などの顔見知りが使うトイレとは、そもそも前提が異なるんですね。で、えー、でトイレと浴場もあ前提が異なる。というのは、浴場は、これはあの裸を、裸体、まあ、を晒す場所ですので、えー 女,性女子トイレといっても、一応、個室があるトイレとはかなりこう条件が異なります。なので、こうしたおのずから利用条件が違う、で利用するまあ頻度とか目的も違うものを、全部こう10、10%からげに議論することは、非常に危ない。これは言い換えれば、利用目的とか条件とかというのに照らして、個別にあの利用条件を設定する。 とということによって対応可能でその利用条件に照らして、設備を改修するということによって、物理的に対応可能なんです、その議論をすっ飛ばして、あのトランスジェンダー,のあーがあー女性トイレを使うことは女性、シスジェンダーにとって脅威だという、こういうふうな言説がまかり通るということが、あのまあ、非常に、まあ、素朴すぎて、素朴であるがゆえに暴力的になって。 非常に大きな問題だろうというふうに私は思います。で、人の、人と設備の問題、施設の問題を分けると言いましたけれども、3つ目の点ですが、このときにですね、とても重要な点というのは、トランスジェンダー自体の人たち自身が非常にこう多様であるということへの配慮。これが非常に重要だと思います。 トランスジェンダーの人たちのこう見た目、外見も、それから身体的な特徴もニーズも、まるまる個人個人、それより違うんですね。もう非常に違うけれども、トイレ問題を議論するときにイメージされているトラ,ンス女トランス女性というのは、ある種こうステレオタイプ化されたあの、その人が女性トイレに入ったときに、他の女性たちがびっくりするような外見というのが、なんとなくこうイメージされているわけですけれども、それ自体がもう、 そもそもナンセンスであって、まあ、これは中岡さんがの、ワンの原稿としても寄稿しておられますけれども、そもそもトランス女性の当事者の人たちは、そんなリスクを冒してまで女子トイレをあの使うということはない、非常にこう、当事者の人たち自身がですね、トイレを使うことにものすごく慎重に気にして、気にして使っているような状況,状況であるのに、それを追い打ちをかけるような。あの まあ、ト,イレもトイレ利用問題というのをこうトランス女性を排除するような言説の、まあ、根拠として使うということは、まあ、大きな、まあ、排除の論理につながって危険だろうというふうに思います。やはりです、ね、トランス女性トランス女性に限らずトランス男性も含めてなんですけれどもトランスジェンダーであるつまり性別違和感を感じるというのは小学校入学前が多いんですね。これはあの うん、学術会議の提言でもあの紹介しているんですけども、小学校入学前の子どもたちが違和感を持つことが多くて、そのような子どもたちは現在、12歳からはホルモン治療を受けることができます。で、まあ、思春期にホルモン治療を受けると、見た目というのは自分の成人に即したものに非常に近づくんですね。だけど、生殖機能を取ってしまうというのは、これは身体的負担が非常に大きくて。 WHO なんかはそれは人権侵害だと法律によって強制するのは人権侵害だと言っているほどの,あの人権侵害なんです。なのでそういうホルモン治療によって外見を変え,変えた人が必ず不妊治療でしてがあの、えー、生殖機能を全部取り去るべきだというふうなこういう,こうつなげ方をするというのはあの、まあ、人権侵害になりますので,でそうなりますと。 小学校入学前に性自認に関して違和感を持った人が思春期に一定のこう、まあ、治療を受けて自分の望む性能に外見近づいた。だけど外生期は残っている。そういう人たちに対してまであなたはトランス女性だから女子トイレ使ったよいけませんよと言えますか私はこういうい、ね、具体的にあの な人たちのこう人たちの姿をきちんと見たであで、あの議論をしていかないといけないというふうに思います、うんあの。三成さんの今ご指摘になった、人の問題とインフラハードの,、うん、あの問題を分けようという点でいうと、こちらの記事が NHK でね、報じられて話題になっていました、これも僕も、ね、知らないことだらけで、これはとてもいいことだなと思ったんですけれども。うん えー、NHK の首都圏ナビが、えー、女性専用のトイレっていうのがどん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 公園で屋外の公衆トイレで減っているとでこれが6割以上だということでだから女性のトイレがなあの男性トイレはいくらでもあるのでこれ女性差別じゃないかなんていうねそういう指摘もあったんですけどもうちょっとやっぱり事態は複雑で、えー、結局これあのバリアフリートイレですよね。 バリアフリートイレが、やはりこの、えー、長年、やっ,まあ、やっぱりバリアフリー、これ、障害者に対してのバリアフリーを進めるということで、うん、まあこういう公共のスペースへのトイレっていうのは、どんどんバリアフリー化が、うん、このやっぱり20年ぐらいでどん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 進んでたんですよね。うん、で昔は用が足せればいいということで、男性用と女性用で同じスペースで整備をさせてたんですけれども、まあ、今はバリアフリーを考えなければいけないと。 結局、男性用と女性用のトイレの面積がまそもそも違って、うん、まあ男性用だったらね小便器とかがでいっぱい置けるとかするので、うん、まあ女性の方が面積が大きくなってしまうの、うん、で女性用をなくすというよりも結局その。 バリアフリーが進んだ結果多機能トイレをどん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 増やした結果女性専用トイレがなくなってしまうっていう状況があるんですよねでさらにはこの記事の一番のこの報道の肝っていうのが都市の公園ではこの公衆トイレなどの建築物っていうのがトイレが敷地面積の2%を超えちゃいけないらしいんですよ。 だからスペースはもう全部の限られているのでその限られたスペースの中でバリアフリー化を進めると結果女子トイレが女性もえその他の人もまトランスの女性も含めた使える誰でもトイレにせざるを得ないっていう状況があるのでこれって法律の問題だからまさしくこれこそ法律が政治が解決すればいい話ですよね。こののをを超ええちゃいいいいけけなっっっててううものをもっと例えば緩和するっていうだけでおそらくトイレが 男性用女性用そしてまたバリアフリートイレを増やすみたいなってことが少なくとも法律の制限はなくなってくるわけですからでもこれ,これはだから多分両方が安心できますよねだってバリリアフリー女性専用トイレがあってさらにはバリアフリートイレも充実していたら女性まあ安全を気にする女性も致質女性もそしてトランスジェンダーどちらも安心してトイレを使えるようになるわけじゃないですかだから本当は実はこういうところから実は政治はまさに手をつけてほしいなと思うんですよね。 いトイレのこう面積であるとかトイレモデルというのが昔はですねあの男性トイレ、男性ばかりしか働いていなかったりあるいは男性しか学生がいなかったような大学もそうなんですけど男性トイレに一部,女性一部女性仕様に変えたみたいな形のトイレが多くて。 だからそのトイレ、人間生活に、社会生活にとってのトイレの重要性というのを、全然こうきちんと議論しないまま2%というふうな位置づけになってると思うんですね。ですから、このあたりのこうう従業員何人,何人についてはトイレをいくつかという、この条件もちょっと厳しすぎるので、このあたりをもう少しトイレというもののこう重要性というか、それに鑑みて、えーまあ、数を増やす、そして、えー、男性女性用、男性用。 そしてまあ教養、共用、多機能トイレですかねさ、少なくともそれは3つ、3点セットで揃えるといったようなことは必要だろうとは思いますねうん、まあ、本当にね、政治が解決しなければいけない問題ってたくさんあるわけですかこの LGBT 関係にしても。うん、ただ、実は3年前の段階でも、うん、今みたいに、ね、トランス差別的なこと、を言説が政治家の中でも増えていく以前からやっぱずっとあったんですよね。 これ3年前ぐらいに話題になってた。例えばこんな政治家が発言しました。同性愛は異常なのだ。異常人間の行動を正当化した報道はするな。異常人間が多くなれば人類の破滅。真面目な人間を褒める方法を考えろ。異常なことをすることを取り上げる必要はない。正常な形でない人を支援する必要はないというですね。これはあ鶴差真澄さんというですね、まあ、エビナシギの人がね、ツイッターで書いて、まあ、大炎上して、まあ、結局、謝罪撤回をするということになりました。 でも国会議員でもね、えー、しかも大物もあったんですよね、こんなのもありましたね、えー。国賓のパートナーが同性だった場合、私は晩餐会の主席には反対だと。日本国の伝統には合わないと思う。まあ、国賓で普通に LGBTQ の人とか、たくさんね、来ると思いますけれどもね、うんまあ、そういうようなね、あの状況で、ね、多分遠くない将来、アメリカ大統領で LGBTQ の人がなるなんてことだって当然あり得るわけでしょうからねで、まあ、これをですね。 竹下派の派閥の領主でもあった自民党の総務会長も務めた竹下渉さんがこんなことも言ってました。えー、そして、えー、LGBT には生産性がないという、ね、ことで、まあ、雑誌を、まあ、これはもうね、えー、皆さんお分かりでしょう、杉田美代元総務政務官で、うんえー、杉田美代議員なんかも、まあ、こういうことを言って、まあ、雑誌が廃刊に、ね、追い込まれるなんていうことにもなりました。平沢克恵元復興大臣も LGBT で同性婚と男と女と女,と女,と女,と女の結婚、これは批判したら変なことになるからいいんですよ、もちろんいいんですよ、でもこの人たちばっかりになっちゃったら国は潰れちゃうんですよということで、まああのー、で特別養子縁組だったりとか、あるいは同性で子供を持つ選択肢なんていうのも、ね、今はあるわけですから、そこを支援するような取り組みもね少子化対策になるんだからやりゃいいだけの話だと思うんですけど、政治が。まあ、これもなんか形を変えた 杉田議員のの、ね、生産性の発言かないいうふうふには思いますそして、えー、実は3年前から今のような議論っていうのを言っていた政治家もいて、えー、男性機のついたトランスジェンダーを女に入れないと差別になってしまうんだだから危険なんだということを、まあ、民主党の元参議院議員だった松浦大吾さん彼はあのゲイの当事者でもあるんですがまあ,あの彼は LGBT 理解阻進法案の今の批判の急先方でもあるね。まあ、当事者として批判をするということで、まあ、保守派からは今便利に使われているというような状況もあるわけですが、うん、まあこういった3年前からずっとあったことがどん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 焼き直して、どんどんそのフィルターバブルの中で、えー、まあエコーチャンバーの中広まっていったというところがあるんだろうなとは思います。ただ問題はです、ね、先ほど 結局こういう、えー、そういう議員に対して、ロビーをする勢力っていうのが出てきた結果、そして今回、えー、維新、国民に対して、うん、まあこういった多分団体からのロビングムの影響もあったんでしょう、マジョリティ配慮条項シス女性への配慮の条項っというのが入れられる結果になりました。そしてその、それが発展して、えー、なんとね、これ、産経が報じましたけれども、自民党の保守派が、えーうん、まさにこのトランスの問題というもので、 確保して、えー、議連を作りますということで、うん、実際作られました「えー、女性を守る議連」というですね、えー、正式名称は全ての女性の安心安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟ということで、うんうん、まああのー、でこの議連にまさしくさっき紹介したこの女性スペースを守る会の、うんえー、森田に ノリ、えー、森ミ実リ共同代表が、えー、この議連に出席して、えー、なんとか、えー、してくださいっていうことを、まあ、ロビーをしてるわけですよねでまあここに出ている人たちはまあどちらかというと本当に男女共同参画とかをため止めてきたあるいは20年前のジェンダーフリーバッシングのねそこでまさに旗を振っていたよう、ね、な当事者の人たちがたくさんいらっしゃるような。 議連でもあるまさにこれが政治問題化したっていいうこととを非常に象徴する話かなと思います最後にね、やはりまあこの、こういうね、今、政治状況としては、相当、なんというか、厳しい、まあ、保守派からとてもよく自分たちのね主張を広めていく、良いツールとして発見されてしまったっていう段階にあるんだと思うんですよね。それがいかに数としては多いわけではない。 わけだけだでなくてもでもその極端な主張というのがすごく多数派に見えてでそれがある種の,あの,この政治家に、うんえー、いいように利用されているという状況に対して、うん、まあ,あの関係しないようで僕やっぱり結構これ日本学術会議に対しての攻撃みたいなものとも多分すごいつながってる話だと思うんですけれども、うん、こういうものに対してやっぱり市民の側あるいはフェミニストの側あるいは 研究者の側が対抗していくためには、どういう態度っていうのが今後求められていくんだと思いますかそうですねあの、共同声明を今回、われわれ、緊急声明をまとめる、まとめて公表した後また会合も開いたんですけれども、これからやはり求められるのは、市民や自治体での人の中で、LGBT の人たちのまあ権利保障、権利擁護にこう尽力したいと思ってる人が、あの 簡単にアクセスできるそして簡単にアクセスできる正確な情報というのをきちんと発信していく場を作っていかないといけないということについてはやっぱ意見交換の中で出てきましたね。であの学術会議というのは今おっしゃった通りこの2020年からこの今年の9月までが25期という期になるんですけども今回 非常にこう、うんまあ、つまり政府に批判的なこう提言をいっぱい出すということで、ある種こう、攻撃を受けるうことになったわけですね。で学術会議の改正法案は国会は通らなかったんですけれども、LGBT 法案はある種こう、政府のパフォーマンスとして通ってしまったという状況の中で、で学術会議としてはです、ね、やはりこれ、市民の,あの中でもとりわけこう声をお政府、 政治や国会議員が反映しにくい人たちの声を学術的に裏付けをして、そして提言などで発信していくといこれは私は学術会議の非常に重要な役割だと思ってるんですね。で、その時には当然、あの海外調査しますので、そうしたあの調査データも学術会議を通して、えー、市民の皆さんに提供していく必要があるだろうと。でそれとと並行ししててフェミニストとしてはあの ある種、分かりやすい、今お示ししていただいているような人たちの中で共有されている分かりやすい理屈が、他の市民の人たちの中で、あそうだねというふうに共感を持って受け入れられる回路をですね、いかにこう遮断していくのかそ、こそこで対抗するような市民たち、市民自身がこの動きに疑問を持つような根拠を や分かりやすくデータとともに示していくということが必要だろうというふうに思います。結局学者が学者だけの言葉で語っていたのでは全然広がりませんので、まあ、このようなあの、えー、マスコミとかですね、いろんな形の媒体を使いながら、やはりこう協力して当事者の人と協力する。 そして市民の中でも、荒いとなり得る人たちに共、と共に協力する。私は、この、あの、荒いになりたい、あるいは荒いということを意識しなくても、LGBT の人たちにこう共感をしている人たち、あるいは少なくとも反対を全然していない人たちの方が、圧倒的多数を占めているというふうに思うんです。ただ、その人たちが、あの、今回の問題を、に危機感を持って対応していく、まあ、基準といいますか、ツールといいますか、判断の、 材料がですねやっぱりあまりにこう限られているので、これをあの豊富にしていくというのが、今後のまあ喫緊の課題かなというふうに思っています。 はいえー、ありがとうございます。えー、今日ね長い間いろんな形で、えー、緊急生命の、えー、背景そして今のね現状の認識など、あのー、三成さんに詳しく伺いました、あのー、3つほど僕も伺っていて思うことがありまして僕もハッとさせられたのが、まあ、そのフェミニズムの中で意見対立っていうのはずっとやっぱり厳しくあったけれども大きな流れで見ればでもそれこそがやっぱフェミニズムを発展させてきた。 となった時にそのじゃあ今回のトランスをめぐる議論相当錯綜してますけれどもでもあの三成さんもねでも今回に関してはでも今回のこのトランスを今めぐる議論も今はすごく痛みを伴って大変なものではあるけれどもやっぱり中長期的に長い目で見ていけれど同様なものになるのではないかあるいはそ,ういうそのようなものにしていかなければいけないということには僕はその話はすごくやっぱり希望を感じるというか。 うん、やっぱりまだまだ本当に対立で、えー、まだそれでも埋められる、ね、溝があるのではないかというふうに、えーまあ、このフェミニストの側から、えー、てあのお話が出てきたということはすごく非常に重要なあのポイントだったなというのがいて思いました。そしてもう一つはね多分気になっている方もあの視聴者の方多かったと思うんですけれどもやっぱりワンとして。 えー、このウィ m e n s Action n e t w o が3年前に掲載した、まあ、ある種のトランスヘイト的な言説がルフする一つの大きなきっかけを作った、えーまあ、あの論考そのものがヘイトだっていうとちょっとそこは多分意見分かれると思うんですけれどもただ一つのやっぱりそういう言説が広まるきっかけになったことは多分確かだと思うので、まあ、それについてどう総括するのかということでこれもあの7月ぐらいには何らかの多分 意思表明が出るのではないかという話だったので、これも多分非常にあの気になってた方多いと思うので、この話を聞けたのが良かったと思います。そして、最後に三成さんご一緒って、やはりまあ当事者がね。協力してまあ、これ議論をしていく支援をしていくための。やっぱプラットフォームが必要だということ。まあこの。 ね、微力ながらやっぱり僕のこのポリタス TV という番組もまさにそういうお手伝いをやっていきたいなと思ってますし、まあ何かいろいろまたお手伝いできることあると思いますので、またあの何かありましたらぜひお声かけいただければと思います。えー、津田さん、あれありがとうございました。なんか大丈夫ですか今日最後に言い足りなかったこととかあれば一言いただければ。あの今日はあのこちらでお話をさせていただきまして本当にありがとうございました。LGBT 理解増進法案で。 これ自体が非常にこうあのまあ元の案に比べたら非常に後退した内容なんですねでこれをその LGBT の人たちに対する抑圧の道具として使われるのではなくて次の差別禁止に向けた一歩にいかにこう現実,実態として作り変えていくかと。 いうことを今後、皆さんとともにですね、考えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく、まあ、ご協力をお願いしたいと思います。うん、ありがとうございます。そう、そう、おっしゃる通りですね。まあ、とてもひどい理解増進法案ができちゃったけれども、それをちゃんと上書きできるような差別禁止法を作って、さらにはその勢いを買って、ちゃんと同性婚を整備していくっていう流れが本当だったらね、やっぱり一応、この国、議会制民主主義の国ですから、それができるわけですからね。うん。 まあそれを目指していけばいいということでもあるのかなと思いました。まあ、なんかね、本当に憂鬱になるようなニュースが多かったんですけれども、本当にね、これで落ち込んで諦めてもしょうがない話でもありますので、今後もあのこの問題、番組では取り上げていこうと思います。ということで、本日のポイタス TV はここまでとなります。明日も午後7時からです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。三谷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。